った、勝った、また勝った、強い配信、また勝った、また勝っちまった、これ。また勝った。これでカープ、マツダスタジアムでの阪神戦は1勝5敗。ホームだよね、ホームだよね、1勝5敗はおかしいやろ、これ。なんでこんな勝てないの。今日も京都で歌舞伎ら大竹は7回1安打2の1失点のピッチング、またやってるやん。おい、いつになったら大竹打てるの。さらにアイブラック兄ちゃんの1試合2ホーマー打ちすぎやろ、アイブラック兄ちゃん。さらにこれで岡田監督の球団最多勝利514勝となったんだけれども、そのことについて岡田監督はインタビューで、そんなん関係ないよ、関係ないって、もうやっと余裕の表情、岡田監督。おー、でそのウィーニングボールを大竹が持ってたんだけれども、報道陣にそれ514勝岡田監督のボールですよって言われた大竹は、やばい、俺持ってる、え、やばいっすか、え、やばいっすか、そう、おちゃめな会長の大竹孝太郎、カープキラー大竹、おおい、おちゃめ。試合は2回の表、この回ワンアウトランナーなしでバッターはテル、ライトスタンドへのホームランでタイガースが先制、これ、アイブラック兄ちゃん。このテルは4月21日の中日戦以来123打席ぶりのホームランというところでね、これ一陣は守備のエラーから2軍落ちとかも経験してるこのテルなんだけれども、最近5試合は3割6分8人としっかりと結果を残している。さらに交流戦後の打率も3割2分3厘とね、徐々に後半につれて調子を上げてきてる、この去年の後半戦首位打者のアイブラック兄ちゃん。このテルは今日の練習中バックにバッタが乗ってて、これバッタっていうのは豊かさと繁栄を象徴するような神聖な生き物、その神聖な生き物をバッパってテルで払うんじゃなくて、トレーニングの棒でゆっくり丁寧に扱ってて、こういう日頃の行いが今日のホームランにつながったんだね、テル。突き進むな、さあ行くな、勝利に向かうな、くれよからね、かかえからね、打たないでてるわけ。ただその後5回の裏、ここまでノーヒットピッチングを続けていた大竹の前にテルのエラーでランナー2塁とチャンスを作ってのバッターは嫌の、ライト線を破るタイムリースリーベースヒット、スリーベースヒット、これで同点と、矢野も交流戦後の得点圏は3割3分3厘とね、ここよく打ってた矢野の1本で同点。ただただそのすぐ後、6回の表のタイガースの攻撃、この回ゲッツーで2アウトランナーなしとなってバッターはテル、緩い変化球パコーンと打った打球は伸びてレフトスタンド勝ち越しホームラン、テルちゃん。アイブラック兄ちゃん今日2本目テル。自分のエラーは自分で取り返すと言わんばかりのホームラン、今日123打席ぶりホームラン打ったんだよね、それで2ホーマーってもう明日が怖いぜアイブラ兄ちゃんよ。だから突き進むな、さあ行くな、勝利に向かうな、振り抜かないで、輝かないで、打たないで、テルは切ってで、カープキラーの大竹孝太郎は今日も京都で7回被安打2を1失点のピッチングを見せつけて5勝目、また大竹にやられた、
もうここ最近はいつもそろそろ大竹打てるだろう、さすがに打てるだろうって思って試合見てるんだけど、ずっと抑えられてる。いつになったら打てんの。今年の大竹はカープ戦これ3試合投げてんだけど、1試合目が6回1失点、2試合目が7回無失点、3試合目の今日も7回2安打1失点と、もういつまで経っても大竹が打てません。どうやって打てるの。で今日のピッチングはもう超スローボール、72キロのスローボール連投連投、もう感覚的にはよ、もう2球に1球あの70キロ台のスローボールでもなんかオールスターゲームで適当に投げてる感じで放ってくるんだけれども、それがなかなか捉えられなくて140キロオーバーのストレート放られて詰まってのボンダボンダボンダが多かった、まあ、そりゃ打てないよな。70キロのスローボールの後に140キロのホール放ってみ、これ球速差70キロだよ。こんなピッチャーいないのよ。140キロのボール放って100キロのカーブ、スローカーブとかのまだ聞いたことあるよ。40キロ、それでもプロ野球界の中では落差が大きい方、球速差大きい方なんだけど、そのもうほぼ2倍の70キロの球速差だからね、これは打てませんよ。大竹ちゃん、これでカープ戦通算去年から10試合凍ってんだけど8勝0という、もう意味がわからない、これ。もうね、カープのデータ班とかもね、必死にデータ調べて弱点とか調べてるはずなんだけどね、ずーっと打てないんだな、この大竹ちゃんね。手加減してくれ、コウタロウ。うちの先発のクリもね、今日は6回投げて8安打打たれながらも、あのテルのホームラン2本だけ2失点というピッチングしたんだけれども、相手が悪かった大竹だからね。で8回はゲラの前にランナー出す、もスペードのエースルーキーギリシカしっかりと抑えて、このスペードのエースルーキーギリシカカープ戦今シーズン7試合投げて自責点0のピッチングをルーキーギリシカで、9回は岩崎が放って無失点。これで松田スタジアム阪神戦は1勝5敗。これ、もう絶対に負けられない。明日はカープの先発アルバ、そしてタイガースは村上頌樹ということで、カープ戦3割5分4厘松田では3割並ぶ9厘のカープキラー近本に気をつけつつ、カープ戦3割1分9厘現在8試合連続ヒット中の調子アゲアゲ中野に気をつけつつ、松田では3割6分4厘ここ最近5試合は3割6分8厘の調子上げ、これまた調子上げの右京に気をつけつつ、松田での得点圏3割交流戦後の得点圏は4割2分9厘の4番大山に気をつけつつ、今日は2ホーマーの大活躍、ここ最近5試合の打率は4割4分4厘のアイブラック兄ちゃんテロに気をつけつつ、6月打率は3割8厘今日もヒット打って、ここ最近5試合は4割2分9厘の副編集また帰る気をつけつつ、カープ戦得点圏3割3分3厘松田での得点圏は5割のこれまでカープキラーシェイちゃんに気をつけつつ、現在3試合連続ヒット中交流戦後の得点圏は3割並ぶ5厘の小畑に気をつけつつ、今シーズンの得点圏は3割前回のアドゥアとの対戦では2打数2安打1ホーマーの2年目じゃない男もう一緒に気をつけつつ、今シーズンは12試合投げて防御率 2.01、先月も4試合投げて防御率 1.98、 前回登板は9回途中1失点の完璧なピッチング、今シーズンカープ戦でも4試合放って防御率 1.93 のしっかりと抑えられてる村上頌樹をなんとか打ち崩して3立てだ
けは阻止してほしいなと思います。で今日も差し入れくれた皆さんありがとうございました。声かけた皆さんもありがとうございました。明日も現地パフォーマンスなんでね、見かけた方いたらぜひ声かけてください。ということで以上、公共恋よりした。いやーなんとか明日勝ってくれ。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。